わくい、大変心強い。喜んでる。わくい2世の爆誕。わくいさんと中田。中田選手の中日入りが確定した。これにわくい投手は、大変心強いですよね。対戦した時に怖さがある選手が味方になる。昭和打点も稼げるし、守備もうまい。若い選手の兄貴分になってくれると思います。とコメントした。さらに、若手をたびたび食事に誘って、面倒を見ることでも知られている涌井さんは、僕の食費の負担も減るので、と中田にも同じ役割を期待した。これは涌井さんらしいコメント。二人とも来年は怪我なくシーズンを終わってほしい。優勝に向けて重要なピースが揃いましたね。食費の負担は笑うわ。なるほど、確かに中田さんなら連れて行ってくれる。これで食費の負担には期待できるね。来季も頑張れ。涌井さん面白すぎる。涌井さん、ダルさんの同級生友達だから、大将からしたら、師匠筋になるのか。翔さんは親分肌だからな。3桁万円、涌井さんからおごってもらえた細川に期待。細川と中田が打って、涌井さんを勝ちに導くよ。涌井さんのためにも打ってくれ。ドラドラ情報局は、中日の現地情報や有益な情報を発信中です。チャンネル登録、高評価コメント、待ってます。